こんにちは、フリーアジェンダのマチェルダです。今回は食べ物の話をしました。少し前の回でポテトチップスの話をしているので、その話を聞いていただけると今回より楽しめると思います。それではどうぞ。ヒカルさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。この前ポテチの話したじゃないですか。しましたね。でヒカルさんがさ、昔そのポテトチップスの会社のなんかお手伝いをされていて、その50カ国ぐらいのポテチを食べ比べたところ、日本のポテチはその油とか芋とか塩にこだわってこう最高の京都のお吸い物を作ってるけど、要は海外で受けるものはそうじゃなくて、なんかまあめちゃくちゃ味付けしたシーズニングがでド派手な味みたいなものが受けるから、なんかまああっちは何ですかね、ピザみたいな、はいはいはい、なんかそういう話したじゃないですか。しました。でなんか僕はその話を受けて、いやそうだよなっていうのと、日本って大体そうだよなって思ってたんですよ。例えば寿司でもなんかアメリカだとカリフォルニアロールだけど、日本だとこう、まあ、しっかりした大間のマグロみたいな、そのシャリと酢とそのわさびとあとネタっていう、まあ、それのマリアージュで素材の良さを楽しむっていうのが日本の食文化だよなって、うんうんって思ってたし、そういう印象って世の中にあるじゃんって思ったんですけど、ありません？そういう印象。いや、そんな気がします。じゃん。いや、そうじゃねえんだってことが一個発覚しまして。お、ほう。それが今日話したい焼肉の話なんですけど。焼肉、はい。日本の焼肉って、そのいわば今のポテチの例で言うと、海外のサワークリーム味のポテチなんですよ。確かに。肉の品質はそんなに高くなくって、なんで肉の味っていうよりは漬け込んだタレの味を楽しむみたいな。確かに。で逆にその黒毛和牛みたいな和牛とかにすると、もう油が入りすぎて油の味しかしませんみたいな、うん、っていうので、こう世界中から見るとこんなジャンクフードよく食べるなみたいな、確かに感じらしくって、でその対象にある焼肉が何なのかっていうのを最近発見したんですよ。お、それがね、お吸い物のような焼肉。そうそうそう、それがアルゼンチンのアサードっていう焼肉だっていう話でして。アルゼンチンに焼肉があるんですか。アルゼンチンって南米だよな。南米ですね、南米。あ、でもある、確かに南米ってあるか。なんかうちの会社にね、チリに駐在してた商社マン出身の赤井くんっていう人がいて、うん、彼がチリの焼肉は最高だって言ってたんですけど、多分結構文化的に近いと思うんですよね。で、このアサードはチリとかアルゼンチンで食べられてるらしいんですけど、まあ、何かっていうと、めちゃくちゃその熟成したお肉をすっごい弱火で、炭火でめちゃくちゃ長い時間かけて焼くらしいんですよ。ははは。で、基本的に赤身で、で、調味料は塩しか許されないらしいです。カルビーや。そうそうそう。なんだけど、その世界で一番うまいって言われてるらしいと。ああ、なるほどね。そう。で、その赤井くんはうちに入社するか、このアサードの店を日本で出すかどっちかに悩んでたぐらい、アサードの虜になってるんですけど。へえ。でもあれですよね、まさかね、うん、南米、ブラジルとかも南米ですけど、シュラスコとかはブラジルの食い物ですよね。うん、あ、そうですね、多分。シュラスコとかなり近しいこうカテゴリーにいる肉なんじゃないですかね。なんとなくそんなイメージを持ちました。うん。なんかちょうどね、今、ウィキペディアを見てるんですけど、シュラスコって、こう、火が立つほどの強い、その、炭火で、もう炙るように、なんで、よくケバブとか、ケバブ屋さんとか行くと、こう、肉の汁が滴るぐらい強い火で、こう、焼いてると思うんですけど、はい、あんな感じでシュラスコって、こう、ガンガンに煙出しながら、焼くので、うんうんうん、こう火の通りが早くって代わりにこう周囲が焦げてくっていう、なんかそういう焼肉らしいんですよ、うんうん、でもそうじゃなくて、このアサードはめちゃくちゃ弱い、ほんとその小さな火で、もう分厚いブロック肉をこういぶすように焼いて、なんかほんと長い時間かけてゆっくり焼くっていう料理らしいですよね。なんかゆえにこうお肉の味がより出るっていう、なんかそういう食べ物らしくて、マジでこう極められたカルビーの、もう言うなら片揚げポテト。あ、そう、あれが一番おいしい。うん、
まあ、ちょっと肉の気持ちも考えてあげてほしいですけどね。のチクチク肉の気持ち。弱火で焼いてな長時間ってなんか一番その精神的に良くない、鬱になりやすいタイプの効率的。拷問に例えてますね、今。そうですね。確かに日本の焼き肉ってあんまシンプルじゃないですよね。うん。なんか僕も結構塩わさび味、なんだろう。いろんなタレの種類がまあありますよねっていう。うん。うん、味噌だれとか好きですけど。なるほど。ん？このそんな感じ？いや、そんな感じだよ。そんな感じだよね。あの、こっからヒカルさんの展開力を期待して、あの始めたトピックですよ、こいつは。いや、なんかちょっと途中で思いついたことあったんだけど、あの、うん、シュラスコの画像見てる間に忘れちゃったんだけど、ちょい。いや、でも僕もその、まあ、何が好きと言われたら、うん、まあ、僕外食するの比較的好きな方ですけど、まあ、外食カテゴリーでその何が一番好きかと言われたら、うん、もうまず間違いなく焼き鳥なんですよね。お、焼き鳥とんでもない件数言っている。焼き鳥はとても良いです。まずその、まあ、いい店は本当に美味しい、うん。基本的にはいい店はやっぱシンプル。塩で、うん、まあ、ちょっと弱火でじっくり焼いている、炭火で焼いている感じです。で、あの、まあ、体に良い。うん、単に鳥を焼いているだけなので。うん、まあ、しかし、まあ、いろんな部位があったりと、まあ、奥が深いみたいな感じです、うん、その。日本には焼き鳥があるじゃないか。確かに。え、焼き鳥屋さん一緒に行きたいね。なんか。え、焼き鳥ってお酒飲むとこですよね、基本的には。まあ確かに。なんか僕はあの新卒の時にそういえば、あの一応メンターがついて、そのメンターが、おい、ヤマトっつって、お前悩みとかなさそうだけど、とりあえず一回行っとくかって言って、なんか会社からメンターに補助金が出るらしいんで、その商社の頃。そうそうそう。おうおう、うん、飲みに連れてかれて行って、それがもう初めて唯一、本当に行ったカウンターに座るすごい綺麗な焼き鳥屋さんだったんですよ。おう、うん、でまさにヒカルさんが言ったような、こう一本ずつこうしっかりとしたあのコンセプトのある串が順番に出てきて、で最後の、うん、最後から2皿目ぐらいでこの急に卵卵黄を渡されて、でそこで初めてタレのつくねが出てきて、で最後なんか一本もう一本出て食べて帰るみたいな感じだったんですけど、うん、確かにあの時こう、うまい焼き鳥屋ってすげえいいなって思った反面、これ確かにお酒飲めないとなかなかこういう店には入りづらいなって言って、結構僕的には好きなんだけど、いけないカテゴリーっていうのに属してました。いや、ヤマトさんでもそうですね、焼き鳥は多分楽しんでいただけるんじゃないかと思いますね。うん、あ、まあでも僕もあの緊急事態宣言とかでお酒飲めてない時とかも焼き鳥屋だけは行ってたし、外食も減ってたけど、やっぱね、焼き鳥だけはまあ家でどうしても再現できないし、うんうん、まあ、食いたくなるので、確かにとても詳しいです、僕は。なるほど。ぜひ行きましょう。ぜひ行きたい。なんかステーキはさ、家で割と上手に焼ける部類だと思うんだよ。うんうんうん。だけど焼き鳥は無理だよね。焼き鳥はね、まあ本当にこれいい店に行ってね、この焼き場の前のカウンターに座ると分かるけど、ね、まあ無理だね。うんうんうん。もうさばくところから勝負が違う。さばきから。あとね、やっぱいい店はね、まあもう炭がいいんで、もう野菜とかもマジうまいんですよ。炭も違うんですか？違うらしい。そこまで自信はないが、多分違う。確かにな。いや、行けてないな、そういう。日本には焼き鳥があると思うんですよ。あるね。僕なんか寿司より焼き鳥の方が楽しいんじゃないかって思ってますけどね。おー、うん、え、それは寿司を通り過ぎたから的な感じ？いや、僕寿司ほぼ食わないんです。あ、そうなんだ。どっちかっていうと寿司ほぼ行かなくて、焼き鳥に行って、ああ寿司屋に行く人の楽しさって、まあ、いわばこういう感じなのかもなって思ったんですね。だから寿司屋なんてどこでも一緒じゃんって、その解像度が低い身分からすると思っちゃうんですけど、うん、焼き鳥も通い始めると結構店によって、まあ、まず出すものが、まあ、使っているその鶏加減が違うし、まあ、順番も違うしとか、うん、まあ、塩なのかタレなのかとかっていうのも違うしとか、結構バリエーションあるんですよ。で部位の、そのなんか使い方も違うとか、奥が深くて、まあ、多分寿司ってそれをめっちゃ突き詰めた感じの、そのエンタメだと思うんですけど、僕は同じ系統の焼き鳥の方が面白いなって思っている。あー、なるほどね。焼き鳥、その部位かける食い方みたいなので、結構差別化があるんですね。ありますね。まあ、例えばなんですけど、すごい、あの、
ネギマっていうあの有名な焼き鳥の種類がありますけど、はいはい、まあ、鶏とネギをこう交互にするみたいなやつなんですけど、うん、結構いいところの焼き鳥屋とかってネギが鶏にラッピングされているとかいろんなパターンあるんですよ。いろんなパターン想像つかないんだが、うん、いろんなパターン、はい、あるんですよ、まあ、レバーも白レバー置いてあるかとか白、うん、あるんですよ。レバーって黒いんじゃないですか。ちょっとぜひ一度行きましょう。ぜひ行きたい。ぜひ行きたいです。はい、もう、ね、いくつか候補は。はい。あと、なんか IT 系、うん、うん。あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。あと、提供スタイルも結構違いがあって、なんか、いいところは結構お任せって感じでも、何を頼むかはこっちで言えない。最初に なんとなくの方向性とか好みだけ伝えると、あとはもう延々取り口が出てくるから、良きところで、次の2本くらいでストップでって言わないと、あの次々出てくる。え、それめっちゃいいな。楽しいよ。だから対象が、まあ、その自分たちがいいと思うことをするみたいな、うん、あ、推薦スタイルなんですね。まあそうです、推薦スタイルです、ね、はい、だから対象の中に積まれてるレコメンドエンジンが相当優秀なんですね。そうですね、はい。あ、それそのタイプに行ってみたいですね。何が今日入っている、何をあとどんくらいその今日出せるとか、この人はまあその何が好きじゃないって言ったとか、これとこれはまあ順番の方がいいとか、まあ多分あるんだと思うんです。僕もそこまで分かんないですけど。なるほど。それはとても良いですね。いいですね。なんか IT 系の人ってこう寿司好きなイメージあるじゃないですか。あれ何なんですかね。いや、そう、勝手にこう、あの僕の中のバイアスがヒカルさんの寿司好きだっていうふうにあの今言ってたんですけど、違ったんですか、はいはい、違いますね、うん、なんすかね、そのバイアスあるよね。でも、うん、なんかそのそうなんですよ。いや、ちょっと2個あって、1つはまずその港区とか IT 系の人たちって、まあ、寿司と赤身肉と赤ワインみたいなのすごい好きじゃないですか。あれが何なのって思ってるのと、なんか僕がそっちの系統だって思ってる人がめちゃくちゃ多くて、うん、なんか赤身肉と赤ワインを好んで食いそうって言われるんですけど、僕赤身肉も赤ワインも食べられないんですよ、ほとんど。あ、そうなの。はい、寿司もそこまで、あの、なんだろう、食べないですね。うん、でも焼き鳥っていうのはいい趣味ですね。鳥と魚の、まあだから山本さんとはそういう意味ではあるっていうと意見が合致してると思います。確かに、確かに。いや、そうです、山本さんと飲み屋にもし行くとしたら、間違いなく焼き鳥かサバ専門店、これですね。おお、それも行ってみたい。サバ専門店ってあるんですよ。サバっていう。うん。サバ専門店、あの、まあ、日本橋とかにありますよ。めちゃくちゃ、え、さ、そのまんまだけど、サバが出てくるの。サバしかない。待って、サバってさ、僕の中だと、レパートリーで言うと、締めサバで、まあ、はい、あの、干物を焼く。うん。あとなんか、トマトで煮る。あ、うんうん、このぐらいなんですよね、サバのレパートリー思いつくのって。もっとあるの？あ、でもその飲む人とかポテトサラダにサバぶち込んだりとか、ほう、サバをあのチキンカツサンドの海苔でサバをサンドにしてみたりとか。ああ、それあるね。ツナフレークみたいな感じの使い方をしてサラダに入れてみたりとか。ほう、まあ結構いろいろあるっぽい。おー、なんかサバ108手って感じだね。すごいな。でも、しめサバが一番美味しいと思うけどな。そこに落ち着くか。で、なんだってこの話。ですね、この話はですね、赤身肉はなんで食べれないんですか、ちなみに。赤身肉、いや、肉ってあんま僕食べれないです。あの豚肉、まあ僕、牛肉まずほぼ食わない。うん、なんで？この、美味しいと思わない。え、ほんと？赤身、なんかいい感じに調理された赤身でも。そうですね、別段好んで食べたいとは思わないですし、うん、なんならこれ半年間、なんだろう、その自分で注文して食べた記憶ないレベルですね。マジか。はい、豚も別に、まあ、調理法によりますけど、そこまで食べないですね。豚はね、僕もほぼ一切取らないんですよ。ほぼ一切取らない。もうほぼ一切取らない。けど牛と魚と鳥、まあその中で鳥が6、牛1、魚3ぐらいですかね。うん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 。ああ、牛は食べるんですね。
牛食べますね。牛は赤身をすごい食べるけど、牛は単純に美味しいのと、あとヒカルさんも筋トレ始めたじゃないですか。はい。あの牛の中に含まれている、その牛肉の赤身の中に含まれているクレアチンっていうアミノ酸があるんですけど、豊富に入ってる。はいはいはい。クレアチンはその筋力の出力を上げてくれるって作用があって、結構一定継続的にローディングすることによって、なんかそのトレーニングのパフォーマンスを上げる効果があるので、まあ、結構おすすめの食材なんですよ、うん、鳥は。おすすめ鳥じゃねえわ、牛だわ。おすすめの食材なるほど。いやでもみんな牛好きだからいいかなっていう。ああ、そうね。ちょっとね。いや、牛は俺が食わなくてもみんなが食うから大丈夫かなっていう。牛業界の将来は明るいかなっていう。なるほどね。俺は鳥業界を支えたい。鳥業界を支えていきたい。確かに。それで言うと、焼き鳥でさ、鶏胸肉がすごく美味しくなるのかな。あ、部位として。まあでも、いい焼き鳥屋のささみとかは結構えぐいですよ。ああ、食べたい。なんか、その本当に、なんだろう、火の入り具合が、なんか、ちょうどいい 18% みたいな、なんか。うん。うん。その時、ヒカさんは何をペアリングするんですか、ドリンクは。あれ、僕、そんなにこだわりないんですけど、でも、ビールか、ウーロンハイじゃないですかね。なるほど。うん。ちょっとそこ行った時は、ぜひ、このぐらいだけ僕もお酒飲もうかな。ヤマティはウイスキーでしょ。例のね。でもヤマティ多分飲みすぎると本当にもうダメになっちゃうと思うんだけど、うん、なんかその適度な量を入れた場合、そのどのような変化が起きるんですか。その陽気になるとか、なんかこう毒舌になるとか、まあ、いろんな変化が人にはあると思うんですけど、うん、陽気にちょっとなるんじゃないですかね。でも聞きました皆さん、これは見たいですね。いわば今の今ぐらい、今よりプラスアルファぐらいあるんじゃないかな。あ、確かに今ちょっと普段より陽気だもんね。夜はね、夜ちょっとやっぱこう開放感があるからリラックスしてますよね。朝は緊張してるけど、いいことだと思う。うんうん、まあ、ありがたい。もう脳を使おうっていうプレッシャーもないもんね。ない、もうスラックも見ないし。うん、なるほどね、うん、で日本の焼肉なんだって。ああ、日本の焼肉はもうあれですよ、サワークリーム味だっていう話ですよ、この会話。いやだからやっぱあれじゃないですか、その肉が分かる人はやっぱしゃぶしゃぶを食うんじゃないですか、結局。豚肉分かんないけど。あ、確かに僕も豚肉あんま食べないけど、しゃぶしゃぶは美味しいと思う、うん、まあうまいしゃぶしゃぶで、なんかこう何枚かだけ食べるの美味しいよね、こう箱に入ってるやつ。ああ、美味しいね。確かに。なんかでも肉をおかわりできますよとか言われるとちょっとうってなる。そうじゃないんだよね。うん、そうですね、少ないからこその。うん。はい。じゃあ今回は、はい、焼き鳥についてですかね。いや、だいぶ膨らませていただいてありがとうございました。あ、でも、そうですね。でも、焼き鳥屋に一緒に行くかもしれないという可能性が生まれたから、非常に尊い放送かもしれない、それは。はい。じゃあ次は焼き鳥屋に行った後の話がね、どっかで取れればな。そうですね、陽気な山本さんについてレポートします、僕が。はい。じゃあ、そのところです。はい。はい、皆さん、いかがだったでしょうか。最近、収録が夜になったので、なんか2人のテンションも緩い感じで、いい話でしたね。なんか聞いてると、私も焼き鳥食べに行きたくなってきました。この、音声聞いていいなと思った方は、ぜひシェアや、いいねボタンなどお持ちしてます。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。